高島の、行っちゃっていいですか？濡れ落ち葉にはなりたくない。はーい、始まりました。始まりました。今回も第14話。14話って確認しながら。この話数をね、はい、もう言いたくてしょうがない。はい。競い合ってますけどね。はい。はい。で、今回は、うん、先週に続く、はい、林道湖ゴーゴーサイクリングの後編。後編。まあ、超大作になってきましたよ。全然超ではないですけども、はい、まあ、ちょっとね、はい、2週にわたってという、はい、新たなる試みを、はいはい、お送りしたいと思います。はい。はい、では、後半、スタート！スタート。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。どこですよ。あ、こちらの方は？こちらの方は、運営の方ですね。お、ブラーゼン。あ、ブラーゼンの選手の方。震えておる。寒そうでしょ？うん。はい。ブラーゼン、勢揃い、11名。勢揃い。この選手全員が揃うのは初めて。うわ、そして最後っていう。で、貴重な、あの、イベントになりましたよ。だから良かったなぁと思って、サイクリングだけど、参加して良かったなぁと思ってますよ。で、そんなこんなで、はい、スタートするわけですよ、うんうんうん。はい。これがもうスタートして、うん、はい。これはですね、これ、我々のグループですね。ここは、休憩地点？いや、これ今信号で止まってます。あ、はい。この、これ今止まってますけど、ここまでがすごい下りだったんですよ。うんうん。激寒で。激寒。はい。風を切ってきたみんなで。はい、そう。でも皆さんお元気そう。まだ序盤？これ。序盤です。はい。スタートしていきなりの下りなんで、そんな漕いでないですね。ただ寒さだけの戦いでしたね。ちょっと曇ってますもんね。はい。空が。はい。ここがですね、最初の1番目のエイドステーション。はい、はい。休憩場所ですね。うん。わあ、こんな、え？おやついただきました。あ、おやついただけるんだ。そうです。寒い、めちゃくちゃ寒いです。寒い。もうすでに泣き顔なんですけど。はい。焦げません。なんか言ってますけどね。足が痺れて焦げない？はい、寒さで。で、休憩も終わりまして、また走り始めるわけですね。はい、うん。はい。ビューンと。これ映像をちょっと撮っていただいたら協力してくださった方の映像を使わせていただいてますけどね。ああ、これはお車から撮ってくださってるんですね。そうですね。うんうん、あの、いいですね。バーベキューだけ楽しむ方ですね。うん、あ、なるほど、なるほど。でもこれ臨場感があってすごく。良かったですよ、この映像あって、ね。はい。この後ろはその選手が一緒に走ってくださる。今回は選手11人揃ってて、うんうん、で、各グループに一人選手がつきましたよ。うん、いいなぁ。これはフラワーワールド近くの激坂です。うん、激坂、はい、もう登ったところ？登ったところの頂上にこう休憩地点があって、休憩地点ここでも、おまんじゅうとおせんべいと、うん、あと、いちごの、うん、チョコレート。いいですね。やっぱ甘いもん中心に。うん、うん。うんいただける。いただきました。うん、はい。後半のゴール。そうです。やっぱり、うん。走りながら撮っちゃダメなので、うん、どうしてもね、うん、重要なところ抜けてますけど、ゴールしましたおめでとうございます。あの後ゴールされたわけです。はい、それで、今、林道湖ナウですよ。それで肉を焼き始めたという。じゅわーって、ほら。すごい美味しそう。で、先ほど、先週とお話ししましたけど、うん、火力は十分でございます。うちの鉄板は。はい。うん。ドーンと、ほら。玉ねぎ。お野菜もあって。お野菜もあって。これもう、その、料金の中に入ってるわけですね。すごいじゃないですか。ご飯もね、おかわり自由で。ガンガン食べちゃいました、走った後だから。お腹空いてね。うん、美味しい、美味しい。ああ、若杉さん。はい。安定のね。安定のイケメン。はい、お見送りです。キャプテン下島。はい。イケメン、イケメンです。イケメン、イケメンじゃん。そうです。全然なんか最後ちゃんと映ってないもっとイケメンをパンしていただかないと。ということはここ使えってことですか？そんなこと言っちゃったら。
こんな終わり方。うん。以上ね。以上ですか以上はい。すいません。以上ですよ。動画は以上ですか、はい。嘘でしょ、うん。少な。だって、あれなんだもん。あの、走りながら撮っちゃいけないし。うん。で、寒いしね。あの、前編で寒い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 言ってたけど。そうですね。そう。うん。映像はまだかまだかって言ってたぐらいですから。はい。はい。まあ、うん、以上でございますよ。うん。はい。この濡れ落ち葉話とかもね、ちょっと遠ざかってますからね。うん、あの、お便り、すいません。思い出した。お願いします。思い出したね。お便りね。うん。そろそろお願いします。そろそろね。うん。うん。うん、待ってます。待ってます。はい。まあ、コメントもね、でもいただけたりしましたし、前回も。そうですね、うん、そうですね。ありがとうございます。はい、なんかあればね、うん、一言二言いただければ。もう何でもいいですね。はい、嬉しく思います。やっちまったっていうね。はい、あ、我々のやっちまったでも結構ありますもんね。ありますあります。ちょっと溜まってきてますもんね。そうですね。はい。まあ、それも披露しながら。はい。で、皆さんのやっちまった話もね、うん、いただければと思います。はい。はい。ということでね。そうですね。本日はこの辺で。はい。はい。以上、パーソナリティは、高橋長島と、桜井でした。